皆さんこんにちは。今回は、一時期流行った奇妙なサイトについてご紹介します。皆さんも一度は引っかかるであろう、ブラクラサイトなのですが、何度でも引っかかる人が続出しました。その理由とは、皆さんは、ブラクラサイトというものをご存知だろうか。ブラクラとは、ブラウザクラッシャーの略で、ブラウザのシステムを悪用して作られたサイトのことを指す。例えば、突然貼られた URL をクリックしてしまうと、大音量の叫び声とともに新規ウィンドウが開き続けるというサイトが、昔は多かった。さて、このような悪質なサイトが2017年頃、2チャンネルで大流行した。そのサイトの名前は、ghoul.net。ghoul と聞くと、人の死体を貪る恐ろしい怪物を想像するが、このサイトも人を恐怖のどん底に陥れるものだった。このサイトは、2チャンネル中に貼られた。クリックすると大音量の叫び声とともに真っ赤な顔が出現する。そして、この叫び声が鳴り続けるのだ。これがサイトのスクリーンショットだ。こんな顔が突然現れたら、誰でも驚くだろう。それだけではない。このサイト、アクセスした人間の IP を記録し、サイトに掲載しているの。つまり、ブラクラサイトに引っかかった間抜けな人間、のリストになるというわけだ。しかし、この手のサイトは昔から存在している。2チャンネルにはネット歴が長い人間も多く、簡単に引っかかるとは思えない。このサイト、実は厄介な特性があった。誰でも URL の偽装が可能なのである。URL に ghoul.net が含まれていれば、あとは適当な文字列を入れてもブラクラサイトに誘導されてしまう。こちらは実際に貼られていた URL の一例だ。有名なアダルトサイトや、スクエニの公式サイトに擬態した URL も見られる。大抵の人は、URL を注視することはないだろう。普段よく見るサイトの文字列が含まれているならば、安心してクリックしてしまう。ちなみにこのサイト、大流行したかと思ったらすぐに閉鎖してしまった。一体誰が、何のためにこんなことをしたのか、真相は闇の中だ。今回は、このサイトについてできる限り追っていく。ブラクラサイト、懐かしいですね。私も数えきれないほど踏んできましたが、不意打ちされると今でもビビります。厄介なのが、なかなか閉じれないサイトなんですよね。ウィンドウが大量に出てくるやつとか、懐かしいです。さて、この話は2017年頃なので覚えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。ghoul.net の URL は、このような規則で任意の URL を作ることができます。同時期に、似たようなサイトで、Win がつくものも流行っていますね。ちなみにもうサイトは繋がらないのでご安心ください。一見、普通の URL に見えるので結構厄介なのですが、どういう仕組みでこうなっているのでしょうか。私もこの手の話はプロではないので、間違えていたら申し訳ないですが、おそらく、ブラクラサイトにリダイレクトをしているだけなのかなと思っています。このサイト、ドメインが ghoul.net なのですが、任意の文字列を入れることができる部分はサブドメイン、サブディレクトリと言います。簡単に言うと、ghoul.net のどこのページなのかを示すものですね。例えば、Yahoo を例にすると、トップページが yahoo.co.jp となっていますが、ニュース記事をクリックするとサブドメインがニュース、サブディレクトリがピックアップとなっています。このサブドメインならこのページへ飛ばすというような設定がされています。なので、news.yahoo.co.jp は Yahoo ニュースに飛ぶ設定になっていますね。この URL ならこのページへ強制的に飛ばすという設定も可能でして、今回の場合は、サブドメイン等に任意の文字列があれば全てブラクラサイトにリダイレクトされるようになっていると思います。次に、あのサイトに出てくる顔についてです。
こいつですね。皆さんはもうお気づきかもしれませんが、佐伯かや子の画像だと思われます。呪怨に出てくるあの幽霊です。こちらの画像、主に海外サイトで多用されているのですが、ニコニコ動画にこんな動画がありました。ここでも使われているので、適当に拾ってきたものをサイトに使ったのでしょうね。叫び声に関しては、サイトがすでに削除されているので私も聞くことができませんので、本動画では置いておきます。最後に、このブラクラサイトを作成した人物について少し考えてみましょう。まず、このサイトが大流行した場所は2チャンネルです。あ、今は5チャンネルですね。ghoul.net で検索してみると、2016年以降に貼られ始めたことがわかります。どこか別のサイトからやってきたわけではなく、ghoul.net に関する書き込みはすべて5チャンネルでした。実は、これが流行る数年前にも同様の偽装 URL で、IP を引っこ抜くサイトが流行ったことがありました。犯人はすでに判明しています。わかる人にはわかるかと思います。今回の場合、前回流行った場合と同様に5チャンネルでのみ広まっていることから、単なる模倣犯である可能性が高いと思います。いかがでしたでしょうか？この話、リクエストでいただきましたので取り上げてみました。偽装 URL のブラクラはよくあるので、皆さんも気をつけてくださいね。どうしても不安な方は、URL をチェックしてくれるサイトがあるのでそちらをご利用なさってはいかがでしょうか。ところで、皆さんはどのブラクラが一番記憶に残っていますか？最後におまけで、私の記憶にある中で最も印象に残ったブラクラを紹介しましょう。それがこちらです。もう何年も前の話ですが、確かどこかの過疎掲示板でたまたまクリックしたブラクラです。なぜか中国語っぽい文字が書かれているのが印象に残っていたのですが検索してみるとスクショが残っていました。いやー懐かしい。